騒乱直後の下関市内下関事件とは、1949年8月に山口県下関市で発生した騒乱事件。大韓民国政府は1949年より、韓国外に居住する同胞を対象にした在外国民登録を開始した。民団は、この登録を怠る者は、朝鮮人としての資格を喪失する。無国籍人になることを望む。 以外のものは登録せよ。と宣伝したため、朝連側が憤慨し、小規模な衝突が続いていた。8月15日には大規模な衝突が、小野田市で発生し、それを発端として、下関事件へと発展することになる。1949年8月19日午後11時頃朝連事務所前に、約150人の在日朝鮮人が集結し、 民団を避難する集会を開いた。集会そのものは特に問題なく終了したが、警備に当たっていたアサレンの構成員と民団の構成員が路上で遭遇、乱闘となり、民団側が所持していた日本刀で朝連側に負傷者を出した。アサレンは、これに報復すべく8月20日午前2時30分ごろ、構成員約200人を召集し、民団下関渋谷、 民団構成員の自宅を襲撃した。そして、被害家屋から金品を略奪するなどの老石を働いた後解散した。このため、未明にもかからず市内は一時代混乱になった。下関市警察は、直ちに国家地方警察山口県本部に応援を要請した。国家地方警察は、自治体警察を含む山口県内の全警察に、非常招集を発令。 警察学校の学生をも動員した。県内各地から来る応援部隊の到着後、朝連や民団の施設を一斉に捜索を開始し、939人の警察官のうち14人が負傷したが、73人を検挙した。翌日8月21日には、下関市警察と国家地方警察の合同による下関事件合同警備本部を設置するとともに、 市内各所に検問所を設けて逃亡を阻止した。最終的に208人が検挙され、殺人未遂罪のほか、相乗罪などで75人が起訴された。ありがとうございます。